え皆さん、こんにちは。レックス専任講師の坪倉と申します。えー、今日はですね、えー、心理福祉系公務員の説明会ということで、えー、お話をさせていただこうと思っています。えー、特に昨今のこの状況にありますのでね、えー、なかなか情報収集っていうのがあできなくて、どう動いていいかわからないっていう人も多いんじゃないでしょうか。あそのような中でですね、えー、今回、えー、まあこちらを見ご覧いただいている皆さんに、まあ、心理福祉系公務員っていうのがどういうものなのか。 で、えー、これから倍率的にどうなるのかとか、もう含めてね、えー、いろいろとお話をさせていただこうかなというふうに思っています。ね、えー、皆さんもこれはあ、いろいろな状況のところで聞く中で、えー、まあ、今、このような状況になっている中で、民間企業さんがすごく不景気になってくると予想されますよね。えー、そのような状況の中で、えー、噂が流れてくるのがあ、公務員試験ってやっぱり倍率上がるんじゃないのかなと。で、えー、まあ、それが本当なのかどうなのか。 じゃあ、例えば、実際話を聞くんですけど、公務員試験倍率上がるんだよね。だったら、民間の方がいいんじゃないのとか、えいや、民間倍率すげえ上がるらしいよ。いや、公務員の方がいいんかなとか、いろんな多分ね、情報が錯綜してて、えわからないっていう人が結構出てくるんですね。えその辺の情報も、なるべく今日お伝えできることはお伝えさせていただきたいな、というふうに思っています。 では、えー、早速ですけどもね、えー、お話をさせていただこうと思ってるんですが、本来ね、えー、実はちょっとこういう総合ガイドと、えー、心理福祉系公務員総合ガイドというものを使って、今私を手も、えー、手元を移しながらですね、お話をさせていただくんですけど、この冊子自体ちょっと欲しいなーっていう方おられたら、最後に、あのー、ですね、ちょっとここのところにあのー、 ね、相談とかしていただいたら、この資料をタダで差し上げますよ、と送らせていただきますよ、なんていうのもありますので、まあ、これはちょっと一旦、えー、手元に、私の手元を写している分だけにちょっとなっちゃいますけども、ちょっとご覧いただければな、なんて思っております。では、早速ですけれども、見ていきたいと思います。はい。えー、心理福祉系の話からやっていくんですが、ああ、実際ですね、えー、よいしょっと。はい。 心理福祉系公務員ってどんなのがあるんだろうってなった時に、よく皆さん考えるのは児童相談所っていうところかなとか、あとはケースワーカーですね。あの、福祉系の公務員の方とかだったら、ああいうのを想像つくんじゃないかなと思うんですけど、それ以外にもいろんなお仕事があるよっていうのをまず紹介させてください。で、まず、国家公務員の総合職っていうのがあります。 ね、これが、まあ、いわゆるキャリアの官僚さんという人たちなんですが、あの、一般的に言われてる公務員の人たちとか、あとは理系の公務員、人たちの公務員ってなんか全国転勤じゃないのとか、いろんなこと言われるんですが、はい。一応、その状況で合ってるものも間違ってるものもあるので言うと、実は今から出てくる総合職、心理福祉系の国家公務員総合職の人っていうのは、最初10年ぐらいは、 え、一部の、え、省庁に入った方は、現場中心になって、そこから、マネージメントっていうふうなところに行き、最終的に、え、法律づくりとか、企画立案に携わるみたいな感じで、結構、いろんなことをやっていただくっていう、国家公務員の総合職の人もいるし、もともと企画立案だけしていただく方もいるし、結構様々なんですね。で、これどういうふうな違いが出てくるのかっていうのをちょっとご覧いただくんですけど、はい。え、まず、 はい、この、総合職っていう試験自体が、はい、まずね、前提。まあ、これ人間科学っていう試験区分になるんです。心理福祉の方は人間科学っていう試験区分になるんですが、センター試験的。なんじゃそりゃって形ですけども、センター試験みたいな共通試験みたいな、あ試験なんですよ。で、だから、どこの省庁を受けるにしても、同じ試験みんな受けておいでねって感じの試験なんですね。 ああ、そういう意味ね、センター試験みたいなことで、そういうことねって分かってくれたらいい。その試験を突破すると、合格すると、はい、まず、面接受ける先の一つ。はい、まず、法務省強制局。はい、これ、刑事説いわゆる、えー、少年院とか、まあ女性少年院も含めて。そういうふうなところとかで、えー、構成のプログラムに関わっていただいたりします。 構成プログラム。一人一人のところの構成に当たっていただくときに、心理学の知識を使いながら、じゃあどうやったら構成できるかなっていうこと、プログラムを考えていただくで。そういうのを大体10年ぐらいして、その後、その、えーまあ、施設、刑事施設の少年院とかの、まあ、いわゆる院長とか所長と言われている人たちになって、マネージメントをやっていただくで。そのマネージメントとかの経験を生かして、最終的に、えーまあ 実際これだと法務省っていうところなんだけど、法務省っていうところの、えー、上の方に上がっていただいて、実際議員さんたちとも含めて法律づくりとかに関わっていただく。っていうふうにやっていただくのが総合職です。はい。え、これが法務省共生局。で、次。はい。法務省保護局。え、この保護局っていうところに関してっていうところについても、いわゆるこれは保護観察ってやつですね。保護観って言われる保護観察。 じゃあこれは刑事施設から、えーまあ、出所された社会復帰をしていくっていう方に対する支援っていうことですね。そこのところの支援をする中で、これも10年ぐらい現場のところを経験していただいて、その後、実際その、その委員会とかっていうのがあるんですけども、そこのところの、まあ、トップとして、えー、上がっていく中でマネージメントとかをやっていただきながら、最終的には、まあ、実際に、まあ、あの、法律づくりにこれも関わっていただくと。 いうようなお仕事になっていきます。はい。いいですかあ実際ですので、えー、総合職の人って現場も、えー、マネージメントの企画も全部やるんだと思ってください。はい。で、それ以外に、はい、実際あの、今言ったセンター試験みたいな突破すると、こういうところも面接受けれます。例えば、厚生労働省。はい。厚生労働省のところとかに関してっていうところで言うのであれば、例えば、 職業能力開発とか、えー、あとは、あ実際この労働対策、雇用対策のところとかでの支援ですね。労働面のところからの支援。まあ、例えば、あここのところでいわゆるカウンセラーのところの人たちを配置した方がやっぱ企業ではいいんじゃないかとか、そういう法律づくりとかにも関わっていただいたりもするし、ね、えー、心理の知識とか福祉的な知識、ただ障害者雇用の問題とかもそうだよね。 はい。高齢者雇用の問題とかもそうやね。そういうようなところで、法律づくりとかにも関わっていただくのが厚生労働省。え、あとは文部科学省。これは教育ですね。教育とか、ま、のところで、例えば道徳教育とか、いじめ問題とかのところもそうですよね。そういうふうに教育現場のところも踏まえて、心理福祉系の知識使って、どういうふうにこれから学校教育とかを変えていくべきなのか。どういう教育内容をしていくべきなのか。こんなのを考えていくのが文科省ですね。 はい。こういうのを実際試験を受けて、まあ内定を勝ち取っていってもらう形なんですけど、これ、センター試験みたいなのを突破すると、はい。ね、実際、一応3つまでは受験ができるので、三つ。あ、初日は、例えば法務省だなと、強制局かなと。2日目、保護局かな。ああでも文科省もいいな、なんてな感じ。で、えー、まあ3つ受けれるよっていう形を思ってください。1回筆記試験通れば、えー、3つ受けれるよっていうイメージを持ってください。 で、それとともに、はい。その日程が、まあ、例年だとね、4月末なんですよ。例年は。まあ、例年はっていうのはそういうことですけどね。はい。まあ、皆さんの代所も、まあ、4月末に行われることを祈りますけどね。はい。で、それプラス、あと次。はい。今度、家庭裁判所調査官。火災っていうのがあるんですね。家庭裁判所調査官。はい。これも非常に、まあ、人気のお仕事の一つではあるんですけども、 はい。家庭裁判所調査官のところとかに関しては、まあ、実際これ、家事事件と刑事、少年事件っていうのがあります。で、実際、ま、有名なのは少年事件の方ですけども、例えば少年事件っていうところに関してであるならば、ああ、実際のところでね、なれば少年がいろいろなところが、ああ、家庭環境とか、その、友人関係とかも含めて、様々な環境で育ってきた方が犯罪を犯してしまい、 実際あの、少年院との施設に送られていくって形になる場合があるじゃないですか。そうなった時に、たとえ仮に少年院とか女性少年院のところで、いろいろと、えー、構成プログラムのところを提供したりとかして、ね、例えば、社会復帰をするっていうふうな状態になったとしても、同じような環境で同じ原因があるのであれば、多分また、悪事に手を染めてしまう可能性があるわけですよ。そしたら、何が原因で、こういうふうなところええー、まあ、なってしまったのか。 家庭環境なのか、友人関係なのか、様々な環境のところで原因っていうところを改善しないことには、多分同じことの繰り返しになっちゃいますね。そういう風な形の調査に入って、原因追及をしたりとか、その原因追及を踏まえて、どうやったらその子が社会復帰本当にできるようになるのか、そういう調査を当たったりするのが、家庭裁判所調査官というお仕事なんですね。ね。えー、単に、ダメだダメだだけじゃなくて、その子が実際社会復帰するために、じゃあどうしたらいいのか。 何が原因だったのかを調査する。で、この少年事件系の話のところは、まあ、今も、え、すごく、まあ、事件というのも残念ながら起こってしまってて、えー、やっぱりこれを目指す方が多いんですが、実は、この少年事件のところも大事なんですが、より一層今人手が足りなくて、ってなっちゃってるのが、よいしょ。こっちに出てくる、これです。火事事件なんですよ。火事事件。 えー、火事事件はまさにこれです。夫婦や親族間などの争い。あと、ここですね。はい、これ。離婚や親権者。はい。実はこっちの方が今人手が全然足りねえよっていうふうに言われてたりして、結構大変らしいです。やっぱ現場の人に聞いてると。で、えー、実際ここのところに関してで言われてるのが、あ離婚問題はもちろんですけど、これ、親権とかである、例えば DV とかですね。 え、ドメスティックバイロンスですね。えー、とかもあるし、まあ、いわゆる虐待問題とかもそうですよ。ね。やっぱり今、昨今のこの情勢から言ったら皆さん、あの、ニュース等でもお気づきだと思うんですけども、やはりここのところが結構大変なことになってきてます。ね。なんとかやっぱり、ね。一人でも多くの人救いたいじゃないですか。ね。そうなった時に、ここのところにやっぱり力を入れていく必要もあるので、それが直接的にできるのが、この家庭裁判所調査官というお仕事です。 でこちらは本当に面接っていうところがすごく重視されます。だってそうですよね。あの、筆記試験だけ受かった専門家の人とかが、じゃあそういう風なところで調査に当たったりとか、え人の、えー、ね、やっぱ傷ついてる人たちのケアなんかできるわけないですよ。勉強だけの人って。ね、やっぱり面接のところも重視していくっていう形になってます。はい。で、これが家庭裁判所調査官。はい。じゃあそれ以外に、よいしょ。 はい。それ以外に出てくるのが、はい。専門職。で、さっきの総合職の現場の部分だけしっかりやるぞっていうイメージの方が分かりやすいかもしれない。まあ、ちょっと語弊がある言い方だと思ってて言いますけどね。はい。専門職の方に関しては、はい。さっき言ってた、強制心理専門職。これは心理系の方のところで、はい。実際、少年院とか女性少年院に入った人たちのところの、一人一人、えー、面談とかを通じて心理学的な知識使って、 構成のプログラムを考えていただく。えー、というお仕事が強制心理専門職です。よろしいですかで、じゃあ、そのプログラムに基づいて今度指導する人だって必要だよね。学校教育を教えたりとか、ね、あの、じゃあ、社会復帰するための、例えば、就職をするために、えスキルを身につけさせるとかってあるじゃないですか。その、いわゆる、少年院とか女性少年院の先生に当たるのが法務教官です。これ、少年院とか女性少年院の本当に先生です。 もう分かりやすく先生です。なら、数学とか、社会とかも教えます。ね。国語とかも教えます。道徳教育とかもします。で、就職支援とかもしていく。これが、法務教官ってやつです。法務教官。で、じゃあ、この人たちが一回、もう生活指導も全然するんですよ。ね、ちゃんとしろみたいな感じで、ちゃんとね、あのー、まあ、朝の寝起きのとこもちゃんとしろとかね。そういうのもしますよ。遅刻すなとかもね。そういうのもいっぱいします。 ね、そういう風うな形も踏まえて、えー、少しずつ、社会っていう形のところで、えー、社会復帰できるように指導していきます。で、指導して、出所しましたってなって、すぐに社会に入っていけるかっていうとなかなか難しいです。そしたらそれが、さっきも出てきた、保護観察。はい。社会復帰していくために、えー、社会になれない状況もあるだろうから、そこでの支援をしていくのが保護観、保護観察官っていうお仕事です。 はい。で、要はここに関しては総合職のところの強制局とか保護局と言われている人たちっていうのがあるのを、えー、現場の部分をずっとやっていかれるのがこちらの専門職です。いいですか専門職の方が現場の方をずっと、現場でずっと一人一人と関わっていくっていうお仕事だと思ってください。いいですかこういうのがあります。で、今言ってたやつは全部日程が違ってくるので、平眼できますよって話です。 で、それに加えて、あとは、心理のところとか、福祉のところでは、地方公務員っていうのがあって、はい。地方公務員の心理福祉職っていうのがあって、はい。心理職に関してっていうのが、まあ、主は自走ですね。主に、自、えー、児童相談所等々で働いていただくっていう心理職の方。地方上級の、えー、県庁、地方上級って分かんないという人は県庁とかですよ。県庁とかで、えー、まあ、心理職として、児童相談所等で働いていただく。 とか、あとこれ、地方状況の福祉職。福祉の方とかに関してっていうところは、はい、こちら。福祉事務所とか自相です、こっちも。どっちかというと、高齢者とか障害者とか、あとは母子家庭とか父子家庭の方々の支援とか、あと生活保護とかの支援っていう、いわゆるケースワーカーと言われているお仕事に当たります。はい。で、あと児童相談所に関してっていうところは、 あ実際ここ、えー、やっぱ大変な状況になった子たちを一時保護するとか、ね。一時保護したりするっていう風な形のところも副主職のところです。はい。まあ、実際の児童相談所のところで今後のところやったら今、えー、このような情勢のところとかで、ね、例えば仮にご両親の方が、あ もし、なってしまってた場合のところで、子供預かる場所がないじゃないかなんていうのが今ちょっと問題になってたりするんですよで。そういうふうなところで預かるところが子供だけを預かるっていうところを、例えば児童相談所がすべきなんじゃないかとか、いろんな形で実は役割が今増えてきてるんですね。ね、そういうのが、あ地方公務員の福祉職っていうお仕事なんですよ。よろしいですかね。あ、いろいろあるんだなと思っててください。で、それ以外に、もう一個だけ言って、仕事の話は、 あろうと思うんですが、あと、それ以外に、福祉、あの、心理のお仕事で、こちら、科学捜査研究所、仮想研っていうのがあるんですね。仮想研。仮想研。仮想研と。仮想研。はい。で、この仮想研っていうところについてね、んですけど、皆さん、あの、ドラマとかで、仮想研の女とかって知らないですか はい。ああいうふうなドラマのところって、大体日本でやる刑事ドラマって、どっちかというとその科学捜査というかね、まあ、名前の通りなんだけども、薬品とかから、あとは例えば証拠が出てこないかどうかとかね。えー、例えばその、ね、えー、ミサイルじゃない、ミサイルおかしいな。ピストルのところの、えー、弾丸の痕跡が、とかね。そういうのをやってるじゃないですか。で、ね、ただ、そういうのでは理系の方が科学捜査研究所に入っていただいてるので、心理の方は、 海外ドラマの方が多いのかなプロファイリングって聞いたことないですか地理的プロファイリングとかって言ったりしたりする場合もあるし、犯人のところの犯罪傾向とかから、こいつは犯人は多分心理分析の結果はこういうような多分傾向がある犯人に違いない。だからこういう風な特色のところから犯人を探していけば見つかるんじゃないかとか、そういう風な 心理学の知識を使って犯人を絞り込んでいったりするのが、プロファイリングって言うんですけども、そのプロファイリングとかを実際やってるのが、この心理系の仮想研っていうお仕事なんですね。で、こうやって、あの、犯罪捜査とかにも関わったりするのがあるんですよ。あ、そんなのもあるんだと思っててもらったらいいです。実は、心理の知識を活かすっていうのは、いろんな形でありますので、ぜひね、えいろいろと、あ、やることがいろいろあるんだなと思ってもらったら結構です。 で、そのような心理系の福祉系の公務員っていうのがいろいろある中で、はい。じゃあ、実際、どれぐらい受けれるんですかという話になったときに、見ていただくと、実は、心理福祉系公務員の方に関してでいうと、はい。一応、これ、大体心理福祉系の子が受けてるかなっていうのが、こんな感じの日程でなってるんですけども、ちょっと、 あえてピンク色のところとか別にこれあの、ま、お問い合わせいただいたらまた冊子は差し上げますので、えまた言っていただいたらいいんですけども、ここのところでね、心理の方に関しては一応これ見えるかなピンク色ね。で、今からあとベッドオレンジも使えます。見ててね。別にあの、同じ色でする必要ないんだけどね。はい。この、総合職、今言ってましたね。これは、現場のところからマネージメント、施設のマネージメントですね。えやって、最終的に法律づくりとかに関わっていただくお仕事。 はい。あと、例えば、えー、東京特別区とか東京都庁で心理系のお仕事をする場合が、えー、5月の第週あ,あと次。はい。これが裁判所。あ、これ、インクでチェックしとこうね。はい。都庁とか特別区も心理系、福祉系あります。ケースワーカーとかね。はい。で、裁判所、家庭裁判所調査官があり。で、その後、まあ、実は兵庫関係は心理相談専門の、えー、っていうのがあります。 これは置いといて、はい、あと、実際ここ、大阪市さんに関してっていうところは、はい、福祉系公務員のところが、あ5月の第3週にあります。で、それから6月の第2週で、ね、法務省専門職。はい、これが、保護観察官とか、法務教官っていうあの、ね、先生みたいな立場とか、保護観察官っていう試験がここに来ます。で、それから、 都道府県とかの、都道府県とかの心理福祉系公務員。都道府県とかの心理福祉系公務員。えの人たちが、あー、6月の第4週に来る。はい。心理福祉だけで一応これだけあります。日程的に違ってて。ですから日程がバラバラやったら受験料タダだからね。全部受けれるからね。で、プラス、ちょっと見ててね。これが心理福祉系のところで、ちょっと心腹って略しますよ。 これに関しては、はい、筆記のところで言うと、教養試験という試験と、専門試験っていうのが、ピンク色のところでは必要になってきます。いいですね。はい、これを勉強していただく。で、一方で、はい。一部、あ、はい、これ全部じゃないよ。 一部の市町村などで、市町村などで、あ見てて、市町村などには、はい。 ま、ざっくり言うとと、こういう風な形で、今からオレンジでチェックするんだけど、教養、普通の公務員ってね、ま、一般のあの、行政と言われる公務員にも、はい、教養と法律とか経済とかをメインでやる、科目をやる市役所とかの試験と、はい、教養試験という試験だけで行ける試験とがあるんですよ。はい。で、ちょっと見ててね。ま、言いたいことはなんとなくオチは分かったと思うんですけども、はい、これオレンジです。はい、実は、大阪府のところとか、 はい、こちら、6月の第4週のところとか。もうちょっとピンクとオレンジだとチカチカするか。ごめんね。あと、はい、例えば大学の職員さんとか、はい、市役所とかオレンジのところある。はい、このオレンジのところの、もうお分かりだと思うんですけども、ここが被ってるので、はい、皆さんは心理福祉の公務員として勉強されていったら、 はい。二つ勉強するわけ。そしたらそのうちの一部だけ使えば受験できる一部の市役所試験も受験が可能になるって形なんですね。だから、心理福祉を使った公務員しか嫌だっていう方はピンク色のとこだけ。はい。だけど、いや、 それでプラスアルファで公務員他も受けれるんだったら受けときたいなっていう子は、さらにオレンジのところも受験できるので、かなり実は受験できるんですよ。心理福祉の公務員っていう試験対策やってるだけでも。結構受けれるよと。はい。じゃあ、面接と筆記のところっていうのが大事なこの公務員試験で、はい。何をどうしていくのかっていうのがやっぱ鍵になりますよね。はい。じゃあ今から、このいろんなとこが受けれるってことを見てもらったので、筆記と面接っていうのは何をすべきなのか、ああ、これをお話ししていきます。 で心理福祉系の方とかに関して、いろんなところでお話しさせてもらう中でね、みんなにあの、お伝えしているんですけども、みんなどっちかというと、なんか専門というところで心理福祉の公務員だから、心理と福祉のところの勉強のところがって話を中心に考えておられると思うんです。で間違いではないんですが、実は、まあ、 うちレックというところに関しては、心理福祉の公務員、まあ専門の先生とかが授業をしたりとかして、ずっとやってるところなので、言わせてもらうと、確かに専門も大事なんですけど、私も合格者いろんな子を見てますけど、教養のところとかで点数をポロ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 落とす子があまりにも多い。はい。むしろ教養試験って結構レベル高いんですよ。ちゃんとやらないと点数が取れないんです。 ならまずはその教養試験の話をして、その後専門。で、さらに面接って話に進めていきますね。はい。じゃあ、ちょっと、えー、教養試験の話っていうところを見ていこうと思うので、よいしょ。ご覧ください。じゃあ、その、教養試験っていうところが何が大事なのかをちょっとご覧いただこうと思うんですが、はい。教養試験。はい。教養試験なんですけども、 はい。この、専門職のところとかと、はい。あと、総合職のところと、まあ、火災のところですね。火災のところあたりがあるんですけども、見ていただくと、はい。ちなみにこれ、大卒と院卒で微妙に違うところがあって、はい。大卒の方は、見て、27点ってあります。はい。これ何点の ?40 点。 27点中教養試験って問問あるんだけど40ね40問のうちこの2科目で27点あるんですよ。この2科目で27点あります。2,、えー、2科目で27点あります。この2科目で27点です。いいかなはい、この2科目で27点ありますので、えー、だから、教養試験はまずここをやらなきゃいけない。 えちなみに、あの、陰卒の項は30点なんですよ。陰卒の項は、この総合職の試験って30点満点なんだけど、30点満点のうち24点がこの2科目。30点満点のうち24点が、この文章理解数的処理。はい、つまり8割です。だから、まあ、今はこれね、大卒の方とかのところを中心にちょっとお話しさせていただくことになるんですけども、いずれにしてもね、 いいかいいずれにしても7割とかだからしっかりやらなきゃいけないよねってことが分かってくれたらいい。いいなそしたら、文章理解と数的処理っていうここが大事で、文章理解は現代文英文です。好き嫌いは別にしてやったことあると思います。長文読解ですよは。で、ただ、みんな結構できるんですよ、こっちは。で、ここは自分で書いといてもらったりしても、こういうの手元にある子はね、メモ用紙でもいいけど。 はい。文章理解っていうのがやらなきゃいけないけど、これはスピードと正確さです。だから、早く解いていくことが鍵なんですよ。これ時間かけたらみんなできちゃいます、多分。まあそうじゃない問題も全然入ってるんだけど。はい。だけど、ここはスピードアップが大事。1問10分かける、そんな時間はない。まあゆっくりやったら1問10分どころ、1問4分とか4分半ぐらいで解かなきゃいけなくなるから、結構スピード上げなきゃいけない。それが大事。 はい。あと、数的処理。はい。これが心理福祉系の方。本当に苦手な人多いです。もう、心理福祉系の子のもう専門の先生とかにも話してもらう時にもよく言いますけども、本当にこの数的処理をしっかりやってください。もう騙されたと思って、専門科目ももちろん大事だけど、数的処理ができないとかなり苦戦します。この数的処理、早く頑張ってやってください。 まあ苦手な方とかに関してはどうやってフォローするかっていう話はもちろん全然お話しますけど今まずまだ始めてない状況でこれ見ていただいてると思いますから数的処理をなるべく早くやってくださいもうこれ必須ですでこの数的処理っていう科目のところがこの判断推理数的推理とかってありますけども特に大事なのがこっち3つで判断と数的推理っていうのがあります で、この判断推理とか数的推理っていう風な話のところですけども、まあ判断推理がどっちかっていうとパズルっぽい問題なんですよ。嘘ついてるの誰ですかとかね。犯人が今どこにいるか当ててくださいとかね。こういう感じ。こういう感じ。で、一方で、数的推理っていう風に、まあ数的処理の数的推理やからなんか名前似てるからね、ややこしいけど、数的推理っていうやつについては、一回数的推理ってやつについては、ここ、 どっちかというと、中学、高校の入試問題の算数、数学みたいな感じ。算数、数学みたいな感じ。だから、頭柔らかくしようぜって感じ。頭柔らかくしようぜといいか。頭柔らかくしようぜって感じなんですよ。いいですかはい。頭柔らかくしましょうっていうような感じの問題になってくるので、はい。だから、まあ、どっちかというと、数学チックな問題も出てきます。はい。だから余計に、 ええ、ま、心理福祉系の方のところって、どっちかというともともと数学系あんま好きじゃない子が多いっていうのもあって、苦手す、認識を持つ人多いんだけど、これをいかに解いていくか。で、皆さんあの、考えていただいたらね、そんなにビビらなくてもいいなって思ってるのが、要は、よく頭柔らかくしましょうってよく言うじゃないですか。で、こういう問題も中学入試とかの算数とか数学とかは、ま、高校数学だね、え高校入試の数学ね。中3までの。計算力っていうのももちろんだけど、 どっちかっていうと、計算力って計算の練習の解き方やれば、みんな頑張ってやれるんですよ。どっちかっていうと、これはね、こうやった方が簡単だよ。頭柔らかくしろよっていうのが難しいんですよね。え、どうやっていいんだよと。そう。それね、なんでできないんだと思いますはい。それ単純なんですよ。頭柔らかくって、実は前提として、いろんな道具を持ってることが前提なんよ。いろんな解き方とかを知ってることが前提で、だったらこの時はこっち使った方がいいやんっていうのが頭柔らかいって話でしょ。じゃあ、 頭が硬いって言われてる人とかもよくいるやんか。これ実は二パターンあって、皆さんの大半の人は実は道具を持ってないんですよ。いろんな解き方を知らないから出てこないんですよ。え、どう使ったらいいかわからない。はい。これをよく言われるのが、要はね、あの、二十歳超えると頭が硬くなってねって言うけど、実は多くの場合は原因が違うんです。道具を持ってないだけなんです。で、それを道具を持ってない状態の中にあるのに、 問題集とかに関してとかは方程式だけしか書いてなかったりするから、そのやり方で、どの問題集やってても頭柔らかくなるわけはないんですよ、そんなのね。なるわけないんですよ。ね。だから、いろんな解き方を知っておかない限り、うまくいかないんです。いろんな解き方をすることが大事なんですよ。だから、それを実際こういう風な授業のとこ聞いて、あ、いろんなやり方をしっかり見ていこうと。 ね、ちなみにあの、レックのところとかに関してやったら、数的の先生、ウェブだけでも3人動画授業を受けることはできますから。ね。ええー、いいですかウェブだけでも3人の先生の見ることできるんで、あ、この先生のやり方、なるほどな、みたいな感じで、見てってもらってもいいかな、というふうに思っています。よろしいですかそういう感じでね、進めてってみてください。いいですかそういう形で進めてってみてくださいね。はい。で、これらの2科目のところをやりつつ、はい、プラス、 はい。これが大事ではあるんですけど、それに加えて、はい。あ、ちなみに地方公務員もちょっと移しとこう。はい。地方公務員。地方公務員のところに関してっていうのが、ここが、まあ問題数なんですけど、よいしょ、見えるかな。この文章理解数的処理っていうところで、大体いいこれ、まあ問題数が25とか26、27ってあるけど、大体いい、よいしょ。 はい。これらで、はい。50から60%ぐらいが、この2科目。50から60%ぐらいがこの2科目だと思っといてくださいね。OK?50、okay? から60%がこの2科目です。で、じゃあ、これをやりつつ、はい。まあ、3本柱って私は言うんだけど、数的処理、文章理解に加えて、さらにやっていただくにはいかんのが、これそのまま地方公務員用で下に移します。はい。 実は大事なのはここ。社会科学と言われる科目で。はい、見てね。問題数多くないですか数字。ちょっと、あれだったら画面ね、あのフ、ルフルスクリーンとかして見えるようにしてもらってもいいかもしれませんけど、はい。10問とか、20問とか書いてますよね。そう。実はこの教養試験の中で、 よく出てくるのは数的処理文章理解とともに、この社会科学っていうのがよく出てくるんですよ。まあ、いわゆる、あの、隣性の政治経済ですね。政治経済の分野のところです。で、いわゆる整形ですね。そうなったときに、法律政治経済、社会時事ネタっていうふうに出てくるわけ。だから、ここのところに関してっていうのが、はい、問題数、ウェイトが非常に高いので、 ま、ここのところは例えば選挙制度であるとかももちろん出てくるし、えあとはそれ法律のところで憲法の話も若干民法とかも出てくるし、あとは経済っていうところの仕組み、ね、経済の仕組み、ちょっとグラフの問題とか出てきたり、経済の理論のところも出てきたりとか、で、環境対策とか、そういうのも出てくる。ま、様々なです。国連の問題とかも出てきますね。本当に幅広い単元が出てきます。 でここに関してとかは、時事ネタも絡んでくるところも結構多いですんで、しっかりとそこは対策をしていかないといけない。からこの社会科学というのが、どうやったって時事ネタとも絡むところが出てきちゃうので、やっぱり、あの、問題、あの、例えば、一人で問題解いていくぞっていうと、この社会科学はね、半分ぐらいは時事ネタが絡んでるので、何が時事ネタに絡んで、何が時事ネタに絡んでないかが分かってないと、問題集やってるだけでは申し訳ない。意味がないんです。 だって半分ぐらいは二度と出ない問題なんだもん。だって時事ネタだからね。当時はこんなのがありました、そうですかで終わるから、じゃあ、どこをどうやって問題使っていいかをちゃんと分かってないと、すごく無駄が多い科目になる。でも問題数は多いって言って、この社会科学が実は大事なところなので、この社会科学に時間をちゃんとしっかりと注いでください。いいですね。はい。よろしいですかで、こういうような形で見ていただいて。 はい。で、これらをやりながら、はい。あと、あ、ちなみにこれ国家公務員も一緒ですからね。社会科学はめちゃくちゃ大事。で、その他の科目。日本史とか世界史とか地理とか数学、物理、科学、生物、地学。このあたりの科目のところは、はい。これは受験先によります。受験先によります。はい。ちょっと、こっち映すけど、はい。国家公務員だったら、ちょっと色変えるけど、見てね。国家公務員とかだと、見て。 日本史とか世界史とか地理とか、一点ずつとかしか出ない。ね。一点ずつとかしか出ない。一方で、地方公務員を見てみると、はい、見て。地方公務員の試験とかだったら、はい。これ、兵庫県とかはめっちゃ出るんですよ。兵庫県とかめちゃくちゃ出てるんですよ。あ一方でね、ここ見て。これ、神戸とか京都なんだけど、 神戸とか京都とかこれ、まるで出ないんですよ。一問もです、これ。じゃあ、皆さん、受験先がどこかまだ決まってないやんか、その決まってないタイミングで、日本史とか世界史とか、物理とか科学とか生物やります出るかどうかわかんないのに。でしょそれやっても仕方ないやん。だから、まずは、数的処理と文章理解と社会科学にウェイトをしっかり置きつつ、教養試験は。 で、これらの心理、えー、とか福祉のところの試験科目以外の日本史世界史地理思想文芸っていう科目とか、数学物理科学生物地学と言われる理系科目とか、こういうのをどれぐらいからどのタイミングでどんだけやるかっていうのは、9月とか10月ぐらいのタイミングぐらいからどうするどうするというふうな形で動いていくっていうのが賢明かなと思います。 ね。そこのところは、こちらの方でフォローは全部させていただくので、また遠慮なく、あの、言ってください。そういうのは全然言っていただいたら、お電話とかでも言っていただいたら全然いいですからね。ねやってください。でこれをまず教養としてやる。だから皆さんポイント、今、例えば早いタイミングでよし、もうやるぞっていう人も、5月からぐらいとか、6月からいろいろいるかもしんないよね。わかんないけど、その場合も、数的文章理解、社会科学という3つからやる、あの、スタートするってことは変わらないです。で、それに、これが教養です。 で、これで教養6割ぐらいをやっぱ目標に、まあ、もっと本当は取れればいいけど、6割をまず、えー、まず目標に考えていただいて、その上で、はい、専門試験の科目に移ります。これらに加えて、はい、ちょっと表がお前見にくいなって言われそうなんだけど、はい、えー、教養試験じゃなくてこの専門です。はい、これに心理福祉の子は専門です。ちょっと書いとこうね、専門。 専門試験っていうのが必要になります。で、この専門試験、専門試験に関してっていうのは見ていただくと、まあ、全部はもう説明しないよ。はい、地方公務員と、えー、裁判所ぐらいのところと、あの、ま、この専門職のところ、今映してるところだけにしようかな。はい、実はあの、裁判所というところ、家庭裁判所。家庭裁判所は、一時試験が、教養試験。さっき言ってた教養試験、数的とかあっちの方ばっかり。 で、二次試験で、記述の試験があって、記述の試験のところで、はい。これ、心理の方は、見えるかなこれ、ちょっと字ちっちゃいなって言われそうだけど、まあちっちゃいんだけどね。はい。発達心理と臨床心理、教育心理、社会心理。まあ、このあたりのところぐらいかな。ここからまあ2科目ぐらい選んでほしい。まあ、論文2科目なんですよ。論文2科目。 はい。あと、例えば、福祉系の子やったら、児童福祉とか、老人福祉とか、あとは社会病理学とかもあるし、教育社会学とかありますよね。こういうような話のところから、2科目選ぶ。はい。こういうような形で記述をしていく。はい。こんな感じになります。はい。で、ここから、2科目選びましょうって感じなんですよ。裁判所は。はい。一方で、 ちょっと丸つけるけどね。丸つけるか、まあ上に書いたうがいいか。はい。じゃあ、今度、この、はい、えー、保護観察とか法務教官、あ、専門職だね。えー、専門職とかに関してっていうところは、ちょっと版書しようかな。もう。はい、これいろいろと書いてるところで、また見てもらったらいいけども、いいよいしょ。書こう。はい。法務教官とか、 保護観察官に関しては心理学教育学社会福祉で4番ね社会学はいこの4科目ですかこの4科目頑張ってくださいって感じ この4科目考えてって感じ。で、強制心理専門職。強制心理専門職の方は、はい。心理、あ、ちなみに上これ、10問ずつね。十問ずつ。はい。一方で、強制心理専門職、の、構成プログラムとか考える人ね、 これは心理がはい二十問はいこれ必須はいこれに加えてはいなんか同じこと書くだけじゃねえのって思われるような言い方教育心理、えー、社会ごめんね略すよ福祉で社会 同じやからね、上で書いたやつと。はい。この中から、はい、20問選ぶと。20問選ぶと。まあ、こういう形になってるわけですよ。20問選ぶと。20問選ぶと。いう形です。いいかちょっと、こっちの方が、心理系がすげえいっぱい出てくる。心理をしっかりやる。で、正直、この、 心理のところとかに関して心理学系の子はこっちの方がね、解きやすそうに見えるけど、結構難しいっすよ、これ。はい。あのー、いろんな勉強していく中でもこの心理のところはかなりあの、内容深いですから、なんとなく正直大学で授業ちょっと聞いただけでできる方は絶対無理ですからね。あの、ちゃんと勉強してくださいよ。皆さんそこは分かってると思うけどね。はい。で、プラス、はい、じゃあ、地方上級。はい。 地方の心理。はい。地方の心理に関してが、大体、まあ応用心理っていう言い方をする場合もあるけど、心理学が、まあ正直めちゃくちゃ多いんですよ。まあ、実際30問以上なんですよ。40問中ね。で、プラス、 あと、調査と、統計。で、残りなんですよ。残りってなんぼだって、これ40問しかないんだけど、40問中こんだけ。はい。福祉の子。ごめんね。でも殴りがきんけって話になっちゃうんですけど。地上福祉。はい。福祉の子とかに関してってなってくると、当たり前ですけど、福祉がやっぱ問題多いね。福祉が多くて、 当たり前けど、福祉系の概論ですね。これは高齢者福祉も障害者福祉も、えー、児童福祉とかも含めて全部出てくる。で、プラス、社会学と、はい、調査論ですね。はい。こんな感じ。はい。ですので、こんな感じになるので、皆さん実は一番幅広くやろうと思っても、上映すよ。ズバリ、この選択科目にある、 はい。この組み合わせですよね。心理、教育、福祉に、社会。この組み合わせです、専門は。で、これをきっちりやっていく。はい。で、えー、実際、勉強していくと、いろんなとこを併願される方に関して、まあ、実際この心理のとこで専門でレックのとこに来ていただいてる方とかに関してとかは、実際やっぱりいろんなとこを併願していく中で、もちろん試験傾向の違いのところもあるし、まあ実際、えー、まあ心理とか福祉のこの専門の先生が、あのー、実際います。 で、その先生の方が、心理学から福祉系の科目から全部指導できる先生なので、これはこういうふうにしていきなさい。これはこの勉強方法でこうやっていきなさい。この問題集を使っててくださいっていうのを全部指導して全員にレクチャーしていきます。記述に関しても、え当、ー、案添削のところも含めてやっていくるからやってきなさいっていうのは全然やっていきます。で、やっぱりそういうふうな対策を通じて、勉強のところで点数を稼いでいくってことが必要。 いいですかあの、なんとなく過去問だけちょこちょこってやって人の名前を覚えてっていうのはダメだっていうのは分かってもらえると思うんですよね。やっぱりさっきも言いました。そうやって丸暗記だけの人が実際の仕事に就いたらうまくいくわけないんですよ。なで、ね、そんな覚えてるだけの仕事じゃないじゃないですか。一人一人にね、えー、いろいろ寄り添って動かなきゃいけないお仕事ですから、ね、どういうの考え方とかもしっかり理解した上で公務員になっていかなきゃいけないので、出題のところのパターンっていうのも結構、 ちゃんと深いところまで聞いてくるから、ちゃんとそこは対策を一緒にしていきましょう。と思っててください。ね、本当にあの、実際あの、レックのところで教える先生、えー、まあ、生クラスとかありますので、生クラスのところの先生とかは、実際、ね、えー、ここのところで本当に専門の先生のところで、公務員の事情にも精通してるすごい、えー、先生ですから、しっかりその先生の授業のところを聞いていただきたいな、というふうに思っています。 で、勉強面のところで、じゃあ何からやるかは今言いましたね。数的処理、文章、理解、社会科学の教養科目からまずしっかりやろうぜと。で、専門に関しては、心理系の方はやっぱり心理学が中心です。福祉の方は社会福祉学概論が中心です。え、でも、プラス、心理、福祉、教育、社会、この4科目のところでどう組み合わせるかですから。 まずは皆さんは心理の方は心理福祉の方は福祉中心ですけども、プラスどの科目をどれだけの割合でやるのか、直接相談のところで電話とかの相談でもいいですので、こちらにお問い合わせいただいて、で、えあとはメール等の相談でも結構ですから、じゃあどうしていったらいいのかっていうのを聞いてもらえればと思ってます。で、プラス、やっぱり公務員試験、面接がやっぱ大事です。心理福祉系の方は特に面接がウェイトが高い。 その心理福祉系公務員の面接のウェイトが高いっていう部分に関連して、よいしょ。はい。最後お話をしていこうと思うんですが、はい。やっぱりね、面接っていうところのウェイトが高いって言っても、どれぐらいなのかっていうかまあ、点数的にもすごい高いんですけどね。どんなものなのかってなったときに、やっぱり皆さんは今一個やってるけどね。今から言うところをしっかり見てほしいんです。まずは、 はい。情報戦ですね。面接はやはり情報戦です。面接はやはり情報戦。いいですかこれから特に民間企業さんとかが大変な状態になってくるらしい。じゃあ公務員試験の受験生も増えるのかなどうなのかな多分増えるんです。え、増えるんですが、実は覚えててほしいのは、これ、 面接のところとかのウェイトは多分高くなっていきます。残念ながらっていう人もいるし、よっしゃと思った人もいるかもしれません。いずれにしても、どうなるかっていうと、実は、12年前にリーマンショックっていう風にあった時もそうだったんですけど、実はそういうリーマンショックって言ってすげえ不景気が来ちゃったと。そうなった時に、そのリーマンショックの翌年まではそこまで大きく倍率って上がらなかったんですよ。それが、そのリーマンショックから2年後に倍ぐらいの倍率まで上がっちゃってるんですね。 今までの倍ぐらいの倍率まで上がっちゃってるんですよ。よろしいそれが今までの状況だった。はい。だから今皆さん、今の心理福祉のところで考えた時も、どういうことが言えるかっていうと、去年までの倍率よりは上がるとは思うけど、大幅に上がるかどうかはわからない。しかし、2年後、2000、例えば22年向けの試験とか、21年じゃない、22年向けの試験とかになってくると、倍率はめちゃくちゃ上がるだろうっていうのは想定できるところ。つまり、 今この状態になって、翌年の試験ってなったら、え、どうやったらいいのどうしたらいいのってみんなバタバタしてる状態。だから、なかなか勉強をやっぱりしたい方がいいのかなどうなのか決断ができないっていうのもあって、実は受験生ってめちゃくちゃ増えるかっていうとそうでもないんですよ。で、それが2年後とかの試験、今から2年後の試験、つまり現2回生の子とかは、あ、じゃあしっかり考えなきゃいけないな。対策を早めにしていこうって、準備みんなしっかりやるから倍率も上がってくるんですよ。 だから皆さん言いたいことは何か現3回生のあなた、もしくは、えー、え大学院1回生のあなたは、早く始めた方がチャンスです。つまりみんながこうやって、しかもいつもの年と比べて、みんながどうしたらいいんだろうって止まってるんですよね。この動画を見ていただいてるってことはもう興味を持っていただいてるんかなと思うので、だったら早く動き出した方がいいですよ。早く動き出そう。はい。こういうのが情報戦のいいところ。で、その情報のところについて、 皆さんは、はい、この心理福祉系の講もそうですけど、ネットだけで終わっちゃだめ、こういうのは。必ず、説明会、まあ今これ聞いていただいている方はだから大丈夫って言ったんだけどね。プラス、これ役所もですよ、だから、役所もパンフレット資料の読み込みっていうのは、これ、マストです。必ずやってください。パンフレット資料の読み込み、これはしっかりやってください。 ね、面接の話するともっと詳しくはいろいろとね、直接お話ししたいけども、よく言われるね、なんかパンフレット資料ってみんな見てるからさ、あと。これだけやってても仕方ないんじゃないのっていう人いるんですけど、大きな間違いです。はい。大半の人はこういうのをじっくり見ません。はい。でも、じゃあどういうことが書いてるのか、何を読めばいいのかっていうのはもちろんこれちゃんとあるんです。それに気づけないと、情報戦に負ける。で、プラス、 この説明会のところで、人物像なども出てくるよね。はい。こういう風うな情報が出てきたときに、見てて。あなんか情報ってあるから、この情報を覚えてって、この情報っぽく振る舞えばいいんだねっていう人もいるやんか。はい、これアウトです。 いいですか求める人物像とかパンフレット見てて、ああ、乗ってるな、ああ、なるほど、こういう人が求められてるんだ。じゃあ、そういう風に面接を20分振る舞えばいいんだねって思った人、アウトなんですよ。なんでか相手は誰ですか面接官。そう、あなたたちの先輩とか上司に当たるような心理福祉のスペシャリストですよ。心理福祉のスペシャリストの人に20分嘘を貫き通す。絶対無理ですよ、そんなの。その道のプロなんですから、みんな。 ね。相手の心理分析とちゃんとした上で取り組んでいく人たちなんですから、めちゃくちゃいい人です優しいっすよ、みんな。だけど、ちゃんとそういうのは冷静に見れてますよ。ね。そんな嘘ついたって仕方ないんです。ね。それは面接のことを分かってない人だけがそういう指導するかもしれない。そんなのはいらない。そう。あなたはやるべきことは、この求める人物図を見て、どの武器を使っていくべきなのかを考えてほしいんです。ですか、あなたはいろんな長所を持ってます。そんなことないって言うかもしれないけど、みんな持ってるんですよ。 その分析が苦手だったら一緒にやりましょうよ。こっちでね。で、その分析のところした上で武器がいっぱいあるんだったら、どの武器を使うべきかで求める人物像は考えるんですよ。どれを選択するか。いいですか相手にすり寄る必要なんてないんだからね。それは、あの、いいですか寄り添うこととすり寄ることは違う。ですから、えー、皆さんは職員になって、ね、いろいろとそういう人たちに寄り添っていろいろ考えていくことは必要だけど、ね、ゴマすりでへこへこしてすり寄る必要なんてこれないんですよ。 面接官に対して。じゃなくて、自分の武器をどれを使ういいかを考えるって形で見てください。とか、はい、次。はい、2番。今言ってた、今度。エピソードと特徴ですね。はい、あなたのエピソードと特徴です。はい、このエピソードと特徴、エピソードと特徴、いいかいエピソードと特徴に関してっていうところについて、 はい。ですけども、ここに関しては、やっぱり、みんな間違えているのが、ネタ比べとかするんですね。エピソード比べ。違うから。エピソード比べなんかいらないから。そんなのいらない。ね。どんなエピソードを持ってるから受かるとか、どんなエピソードを持ってないから受からないとかっていうのは、いや、それは違うでしょ、うと。いやいや何言ってるんですか、となります。はい。 要はこれ、皆さん何を求めてますエピソードを求めてるんじゃなくて、こっち、あなたの特徴を聞きたいんです。で、あなたの特徴、例えばこの求める人物像ってあるとするやん。じゃあ、あなたはこの特徴をアピールするんだけど、本当にあるかどうかわかんないでしょだから、エピソードで本当に実証してくださいって話になるわけ。ほんなら、必要なのはエピソード留学したから偉いとかさ、そんなのないですよ。ね、むしろ、 もっと詳しく言ってあげたいけど、考えと行動ですよ。つまり、あなたは、例えば、あの、社会的な形で貢献しようと、社会へ貢献していきたい、っていうふうな形で言っていて、そういうふうな、自己犠牲の精神のところで、他人に対して思いやりがあって行動しますって言ったとするよね。それが特徴だとしたら、だったら、ボランティアとか行ったことあるって聞け、聞いたらいいわけよ。ね、それは確かに聞かれると思うよ。ボランティアに行ったことある そういうふうな実際自己犠牲が強くて社会貢献をしたい。えー、無償の精神で取り組みたい。って言うんだったら、あるって聞くでしょうね。で、そういうね、どんな行動をしてたか教えてっていうし。ね。まあ、そっちの話ですよ。言ってしまえば。いいですかいいですかだから別に、どんなエピソードを持ってたから偉い。だから、例えばね、留学行ったから偉いってなわけないんですよ。失礼な、めちゃくちゃ失礼なこと言っちゃうかもしれないけど、例えばね、 え、留学。自分の弱点を改善するために留学行ってっていう人と、で、パパママに言われたから行ったのっていう人と同じですか、評価は。ね。違うでしょお父さんお母さんに言われたから行ったって何も考えてないやん、はっきり言うと。じゃあその人が評価上がるか上がるわけないんすよ。自分で考えて動いた人が強いんです。ね。そこはあるかどうかを試される。だから皆さんはこのエピソードがあるかどうかを考えていかないといけないんです。 で、最後に、じゃあ、こういう風うなところを踏まえてあ、見てて。この1番、2番というのを踏まえて、エントリーシートっていうのを作り、はい、このエントリーシートに基づいて、質問と答えを作っていく。これが、いわゆる面接です。面接です。 で、この面接のところとかに関してのエントリーシートを準備する。面接でどう喋る。はい。ここのところに関してを実際、元面接官の人とかがレックのところにはいます。その人たちとの面接の実践練習っていうのを何回でもしてください。回数制限ありません。そこのところをしっかりやってください。実際、そこのところとかに関しては一年中、 え、先生たちは似てもらえるし、その心理福祉の専門の先生に関してっていうのも、実際面接練習っていうのも実際できます。ね、心理福祉専門の面接対策っていう形のとこをやっていきますので、そういうので、実際の実践を積んで、で、合格っていうことを勝ち取ってください。実際レックのところとかに関してっていうので、えー、まあ、多くの人が、ね、例えば、実際10何人採用の採用のところとかに関して、半分ぐらいがその、 レックの専門の先生のところの教え子だったりとかっていうのも結構ある話なんですよ。まあこれまた見ていただいてもいいです。で、いろいろな形のところとかで合格を勝ち取ってくれてるのが、あレックの心理福祉の合格者です。皆さんも同じように頑張って取り組んでいただければな、と思ってます。で、その中で実際、レックの資料請求とかをまたしていただいてですね、資料請求していただいて、レックのコースってどうなってるんだろうとまたご覧いただけたらな、というふうに思ってます。 で、その、ええー、まあ、実際、パンフレットとかを手に入れる前に、まあ、どうやってアクセスしたらいいのかっていう話のところを少しだけさせていただくんですが、よいしょと。えー、よと。これですね。はい、皆さん今、現時点、ここのところでキャリアナビのところとかでですね、あの、動画の方をご覧いただいてるんじゃないかな、とおよう,うに思ったりするんですけども、ええー、まあ、もし、違う形の方であれば、えー、これ、世協さんのキャリアナビというところ、 え、検索いただいたら、このページが出てくると思います。そうなったら、このページのところで、下に降りていただくと、はい、成協に行かなくてもっていうふう、スクール一覧っていうところが多分出てくるんですね。はい。で、ここのところをクリックしてください。そうすると、今度、えー、こういうふうな画面ですね。組合割引が使えますよ、スクール一覧っていうのがありますよ、っていうのが出てきます。で、そのスクール一覧が出てきますよ、っていうことで、えー、スクール、あの,スあの、ね、スクロールずーっとしてってもらうと、はい。 このレックというところと、愛というのが出てくると思います。一応これが私たちのグループ会社のところなんですけども、心理福祉系の方に関してはこのレックのところ、関西各4校ありますので、ここのところに、クリックいただけると、これ画面のところに出てきますか、お電話での相談という形とか、今の情勢なので、あとはオンラインでの個別相談という形のところですね、こういうのはさせ、随時させていただいてます。 ね。えー、ですので、そこのところで、ね、お電話とかの、直接はちょっとやっぱりまだね、やっぱり、避けた方がいいと思いますから、ああ、なかなかそこはっていう形だと思います。お電話とオンライン、お電話とオンラインの方で、えー、お話をさせていただいて、えー、まあ資料請求とかをどんどんしていただければな、なんていうふうに思ってます。ね。実際この資料とかを、おまあ、お手元にある方とかに関しては、パンフレットのところとかで、えー、実際、 え、やっていただくところに関してね、どれが、まあ、いいのかなっていうふうな形のところとかも出てくると思うんですけども、実際、えっ、ー、と、まあ、心理の方とかだったら、地方上級の心理のところと、あとは強制心理専門職っていうところ、併願できるパッケージになってるコースがあると思います。えー、そちらのところが、まあ、比較的おすすめかなって感じです。で、実際そこのところで、えー、まあ、やってきます。まあ、番号で言うと14番なんのかなえー、っていう形です。で、 一方で、福祉の方とかに関しては、地上上級福祉職の方と、法務教官や、それから保護観察官の併願できるパッケージのコース。そこのところだったら、家庭裁判所調査官も、ごめんなさい、さっきの14番のところだったら、審理の方もそう。家庭裁判所調査官の対策もついているものになりますので、一応15番かな。このあたりを考えていただくと、いろんなところが併願できるかなっていうふうな形で思います。 えー、地方上級の心理福祉のところ。で、えー、あとは、もう一回言いますね。地方上級の心理、それから、えー、強制心理専門職、家庭裁判所調査官の併願できるコースのところがおすすめです。えー、心理の方は。えー、福祉の方は、地方上級の福祉職、それから、えー、保護観察、それから、あー法務教官の併願、および家庭裁判所調査官の併願ができるコース。15番かな。これがおすすめです。 で、これに、実際、あの、生クラスで、心理福祉系の専門の科目のところも、えー、生クラスもやってますし。で、また、実際、その、専門の先生たち、えー、ですね、その専門、心理福祉の専門の先生による、えー、演習講座とかもありますので、随時ね、そういうふうな形をして、合格を勝ち取ってってもらいたいんですね。 ね、やっぱり心理福祉のところとかは、あ実際、レックのところがあずっとさせていただいているところなので、ぜひね、多くの方にやっぱ合格を勝ち取っていただきたいですので、えー、一人でも多くの方が、まあちょっと考えてみようかなという形で動いていただけることを望んでいます。でもう一度確認ですけどもね、もし、あの、興味あるぞ、相談、えー、したいぞという方は、このレックのところとかですね、えー、ページのところスクロールしてもらって、ページのところで、梅田、京都、えー、それから神戸、南波 えー、ありますので、えー、このあたりのところを、えー、クリックしていただいて、えー、まあ、実際ご相談いただければなというふうに思っております。はい。で、実際、えー、手続きしようかなと思う方とかに関しても、まあこれお電話とかでもご相談させていただく際に、こうやって、えー、オンラインとかでさせていただいた方が、ああ、実際、 今のところとかに関しては、あの、キャンペーンとかもやってるので、電話相談いただいた方が、ごカードとかを差し上げたりすることも、えー、一定期間の間だけですけどもできますし、あとは、実際、生協さんを経由してお申し込みする、そうが絶対的に割引にもなりますので、絶対そうしてみてください。その方が皆さんにとってもメリットです。でも、なかなか今行けないからどうしたらいいかっていうことで、こういうページがご用意、えー、させてもらってるので、えー、どうやったら、あの、 実際、あの、お安くなるのかとかっていうのも各本校があ、皆さんに情報提供させていただきますので、えー、政教さん経由してお申し込みをして、えー、実際、少しでもね、あのー、まあ、安かないお買い物だと思うので、えー、まあ、割引できることは割引してで、その分、あの、よし、じゃあもう頑張って動いていくぞって形で動いてもらえればな、なんていうふうに思っております。よろしいでしょうか。 では、あの、大雑把なちょっと説明になってしまって大変恐縮ですけども、これ以降のところに関しては個別にパンフレット請求するとかも含めて、いろいろじっくり見て動いていってください。ね、えー、お願いします。では、あ実際一人でも多くの方と、私も直接お電話でご相談させていただくこともできますので、 はい。え、行政の方も心理の方もそうなんですけども、お電話相談させていただくこともできますので、まあ、直接、あの、お電話でお問い合わせしていただいて、お話しすることもできます。いろいろと、お直接ご相談させていただいてもいいかなと思ってます。ぜひね、えー、一人でも多くの方が動いて、えー、就職の一環として公務員を考えていただければなと思います。えー、いつでもお電話をお待ちしておりますので。では、あ、以上をもちまして、今回の心理福祉系のガイダンス、説明会終了とさせていただきたいと思います。 じゃあ皆さん、これからも頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。